ーズ、ジャーシーズ、疲れさん、皆さん元気ですか？アリナちゃんようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひぜひまた皆さんのリクエストありがとうございます。一緒にチェックしてみましょう。そして、ボーイビーのクラウジーハート。たくさん、本当にたくさん買ったこの曲を進めくれた。まあ多分すごくいい曲を歌ったし、多分皆さん本当に大好きな曲だから、まあ本当に気になってて。本当にボーイの曲、めっちゃ欲しい感じ。まあ、私にも気に入ってた、気に入ってたし、だから、ぜひチェックするのは、少しずつ、続きましょうね。だから皆さんからいっぱいリクエストもらってたから、本当にありがとうございます。そして、少しずつ全部、まあ私も本当にチェックしたいの曲だって、めちゃくちゃ大好きになる。かどうか曲を見つけるかのチャンスはあるだからね。だから私も楽しみ、いつも。そして、はい、もし皆さんのリクエストまだチェックしてなかったなら、まあもうすぐチェックするということ。そして、でも何のためにね、なんか皆さん私にリクエストしたい。私は聴いてほしいな曲を。私はチェックするまでに、なんかリクエスト続けてくださいね。そして、はい、ぜひ、Cloudy Heart Case of Bowie というライブからチェックしてみましょうね。3日、ゴーおわかんない。このスタート。バラードかどうか、N じゃない曲かどうか。あ、でもめっちゃ綺麗。また、エンジンの曲みたい。それいい。おお。なんかめちゃくちゃ懐かしい感じ、曲を。なぜかなこの気持ちがある。懐かしい、懐かしさ。あ、いいね。もう何度も言ってたと思うけど、でも、いやー、やばいもんなざし。いいな、いい、いい、いい。うわぁ。おぉ。お、かっこいい、かっこいい。
ね。確かに、多分この曲すごく、なんか夢の曲だったと思う。いい感じ。なんか、聞くと、なんか気持ちいいね。おあ、それ終わりだった。なんか、ちょっと、もう一回サビ出てくると思ったけど、ないな。でも、いや、本当にいい感じ。なぜかわかんない。でも、たまに、まあ、何かの曲聴くと、まあ、初めてこの曲聴くだけど、でも、メロディーと、まあ、普通に曲の流れ、なんか、出てくるでしょ？その気持ち、なんか懐かしい感じ。初めて聴くでも、私、まあ、例えば私はね。なんか、普通、まあ、懐かしい気持ちって、まあ、例えば、ずっと昔で聴いてた曲とか、大好きな曲とか、また今聴くと、懐かしい感じになるでしょう。でも、私にとって、まあ、初めての曲でも、たまに、懐かしい感じよく感じる。普通にはね、なんか、説明難しいけど、でも、昔に聞いた動画かでちょっとだけでもメロディに似てるっていうか、ただ、このメロディ、ただ、普通になんか、いつでも初めて聞くでも、なんか、何年が経っても聞くでも、懐かしい感じのメロディとか、あるでしょう。まあ、私はそう思う。皆さん、まあ、わかるかどうかわかんないけど、まあ、とにかく私はこんな感じだからね。そして、すごくいい曲だった。本当に、うん、いや、いいよね、聞くと。めちゃくちゃいい感じ。そして、パフォーマンスも、もちろん、本当にいい。いや、全部、歌声ももちろん、ギターももちろん、パフォーマンス、メロディ、歌詞。まあ、いい感じだった。そして、皆さんのコメント待ってます。どうですか？この曲のこと。そして、また、まあ、もう皆さんからいっぱいリクエストもらったから、少しずつチェックするつもり。楽しみだから。本当にいい曲だから、意外と。だって、皆さんの言ってた前に私は、ボービーのこと全然知らなかったから、でも本当にこんなにいい曲があるのは、すごく嬉しい。そして、皆さんのコメント待ってます。リクエストも待ってます。続けてください。ね、リクエスト。そのはリンク書くのは、私は皆さんのリクエスト、するまでにね。そして今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。楽しかったよ。またね。